あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、それでは今回も続きからやっていきたいと思います。あそこに、お、ショーター、ちょいちょいちょい待って。お、あゆなさん、よくママたちを追い払ってくれました。これは素晴らしい。新しい旅の扉も手に入れたのですね。そうそう、緑のやつね。私もロシさんから聞きました。やはりメルキドを滅ぼしたのはゴーレムだと。ということは間違いありません。何が？このメルキドを支配する魔物こそかつてのこの地の守り神ゴーレムでしょう。ああ、アユナさん、ようやくです。ようやくルローの旅人だった私が皆さんのお役に立てる時が来たようです。私は以前旅の途中である発明家に会い、魔法の玉なるものの製法を聞いたのです。魔法の玉？この魔法の玉があれば来たるべくゴーレムとの戦いにも役立つでしょう。お、最終決戦？あなたにその製法を教えます。作り方をひらめいたら形にしてみせてください。製法を教えてくれるのに作り方私が思いつくの？お、魔法の玉をひらめいた。弾ける石の力で大爆発する鉄の玉、爆弾ってことかな。じゃあとりあえずこれを作ればよろしいのね。よいしょ。作れるんかな？魔法？どこだ？こっちじゃないんかな？こっちか。どこ？ん？なくね？え、あった？ちょっと待ってね。あ、あるじゃん、魔法の玉。あ、しかも作れる。全然余裕じゃん。へい、魔法のための玉を10個作った。魔法の玉作ったよ。あれ、入ってきてくれたんか。おー、入ってきた。入ってこん。へい。おー、これはすごい。魔法の玉が完成したのですね。したした。魔法の玉の発案者も、この私も、所詮は物を作る力を奪われた身。今まで魔法の玉を実際に作り出すことはできませんでした。しかし、あなたは伝説のビルダーだ。必ず形にしてくれると信じていましたよ。アイナさん、メルキドを支配するゴーレムは必ず来ます。ゴーレムに勝てば、空の闇も晴れる。負ければメルキドは再び滅びるでしょう。てか空ってさ、前からこんな曇っとったっけ？前もっと明るかった気がしたんやけど、気のせい。来たる戦いの勝利を祈っています。どうかその魔法の玉をお役立てください。そうですね。魔法の玉が20個もあれば、ゴーレムだってきっと。ん？足りんじゃん。10個しか作ってないよね。クエストコンプリート、命の木の実ゲット。ま、とりあえず今は大丈夫なんかな？まだ。あ、びっくりマーク出たよ。へいへい。ねえ、アユナ。最近なんだかみんなピリピリしてて怖いね。まあ、モンスターがいっぱい攻めてくれるもんね。来るもんね。ロロンドに聞いたよ。もうすぐでっかい魔物との戦いがあるんでしょ？そうそう、ゴーレムがね、襲ってくるかもしれんっていう。私はただ、みんなで街を作って、楽しく暮らしたかっただけなのに。どうしてこんなことになっちゃったのかな？ねえ、アユナ。襲ってくる魔物って、とっても強いんでしょ？あのね、こんな時にわざわざお願いするものじゃないかもしれないけど、怖いものが来ても安心できるように、薬草を5つ作って、私にくれない？これが私の最後のお願いだよ。よろしくね、アユナ。薬草5個、お？作ってる？あったんだ。ありがとう、アユナ。薬草が5つ集まったんだね。だから最後のお願いとかなんかそういうのさ、ちょっと死亡フラグ立ってそうだからやめようよ。それじゃあ、アユナが作った薬草、一度私にちょうだい？一度ってなんだ。へい、渡す。実は私も2つ作っておいたんだ。これで全部で7つ、アユナにあげるね。え、私？え？どうしてわざわざ5つ作らせたのかって？だってアユナはみんなのために部屋や家具や武器を作るのに夢中で、自分のことはいつも後回しでしょ。いや、やけんって、まあ冒険に出るから傷薬とか薬草とかは作ってるよ。だから最後の戦いの前にちゃんと自分のための道具を作ってほしかったんだ。まあありがとう、ピリン、優しい子だね。ねえ、アユナ、ロロンドが言ってたメルキドシールドっていうのは作れそう？作り方が思いついてないんだな。私はいくら悪いものでも戦うのは嫌だけど、
もしアイラが作ってくれたこの街を壊されちゃったら、すっごく悲しいな。私も悲しいよ、こんだけ苦労して作ったのに。お願いアイナ、この街を守るためにメルキドシールドの作り方を必ず見つけて。必ず見つけてって言われても。お、クエストコンプリート、薬草7個。あ、そっかそっか、ピリンの作ってくれた2個プラス元々の5個ね。メルキドシールドをひらめいちゃったんだけど。魔物の侵入を防ぐとても大きく頑丈な壁。なるほど、壁なんや。で、メルキドシールドを作ればいいんかな。いまいちよくわかってないんだけど、ここで作れる？メルキドシールド。メルキドシールド。ん？ないぞ。こっちか。メルキド、あ、これ。オリハルコンとゴーレム岩。全然だし、そんなもの取ったことないんだけど。あ、待って。ロロルド。ヘイ。ロロンドだった。ぬおー、でかしたぞ、アイナ。ついにメルキドシールドの作り方をひらめいたか。ひらめいた。なんかさっきいきなり。これで城塞都市メルキドを復活できる。来たるべき魔物との結成にも備えられよう。思えばここまで長い道のりだった。メルキドロックが読み解けず、何度枕を濡らしたか。さあ、アイナ。いよいよこの時だ。メルキドロックに記載された最強にして最大の防壁。メルキドシールドを作り、来たる魔物との決戦に備えるのだ。メルキドシールドを作るための素材は、改めてお主に伝えよう。心の準備ができたら、我が輩にもう一度声をかけるのだ。何それ、いっぺんに教えてよ、ちょっと。ごめん、剣抜いちゃった。あゆなよ、ついに最強の防壁、メルキドシールドを作る時が来た。メルキドシールドの作成には、二つの貴重な素材が必要になる。見たよ、さっき。オリハルコンは爆弾岩のいる緑の扉の先の黒い岩の中にある金の鉱石だ。あ、もしかして前に取ろうと思ってさ、取れんかった素材があったんやけど、それかな。ゴーレム岩は雪の兵がいた赤い扉の先にいるストーンマンを倒すことで手に入れることができるらしいぞ。ストーンマン、あれ倒せたっけ。オリハルコンもゴーレム岩も入手が難しい極めて硬い素材だという。収集には魔法の玉を使えばうまくいくであろう。あ、そういうことね。なるほど。さあ、あゆなよ。貴重な素材を集め、最強の防壁、メルキドシールドを作るのだ。ということらしいから、とりあえず、緑。最初に、緑で、旅立ちます。で、旅立って、あれ、どこに、あ、これか、魔法の玉。どの辺にあるかな。おー、びっくりした。早速爆、この、あ、あれだ、あれあれ。ね、これ。これ壊せんかったんよね。あー、待ってくれ。そこ危ないよ。ほら、爆発するよ。しかもかなりのダメージ受けてないかい？かなりのダメージを受けてないかい？はいはい。あ、待って、メガンテ唱えないで。おー、爆発するよ、そこ。うぃー。びっくりした。何のダメージ受けたんかと思った。こんなとこまで来たかと思ったよ。いや。ちょっと調子に乗らないでよね。あ、びっくりした。もうさっきからさ、見えにくい場所にいないでよ。あれでしょ。ほら、初めてオリハルコンを手に入れた。言えてねー。イェーイ。めっちゃ、爆弾岩が爆発してくれたおかげでなんかめっちゃ自然取れてるけど。すごい。綺麗にくり抜けるもんやね。メガンテ。役立ちそう。仲間になったら。よーし、じゃあって上がれねえじゃねえか。ちょっとやめてくれる？やめてくれるって。ちょ、上がれてないよ。へい。じゃあね。帰るよ、私は。すぐそこにあるけん、もういっか、別にこのまんまで。キメラの翼とかいいよね。ほい、旅立つ。で、次は、雪の兵がおった。赤か。
はい、旅立ちます。ここでストーンマンをやっつけたらいいんだな。ストーンマン、ストーンマン、おー、びっくりした。ストーンマンはね、剣では確かやっつけれんかったんやけど、これを使えばやっつけれるということかな。ちょっとワクワクするんやけど。ほら、ワクワクすっぞって感じ。強い敵と戦うのが。おー、びっくりした。サソリの尻尾か。めっちゃドスドス聞こえるんだけど。なになになに？ちょっと君たちサソリには用がないんだ。ストーンマンが現れてほしいんだけど。ん？いなくね？いなくないっすか？よいしょ。よいしょ。あ、いたいたいた。ちょっと待ってね。音だけずっと聞こえてたんだけど。ああ、間違えた。へいへいへい、そこそこそこ、そこ、それ以上、ちょっとそれ以上動いちゃダメだって。はい。その辺、その辺、その辺。はい、爆発、爆発。ダメじゃん。はい、ここね。はい、そこ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 、そこそこ。おっしゃー。やっつけたー。イェーイ。で、どれ、これ？初めてゴーレム岩を手に入れた。やったね。ってことで。帰ろう。帰ろう、帰ろう。ちょっと殴らないでよ。はい。キメラの翼を使って拠点に帰りますか。はい。これで作れる？メルキドシールド。はい、ただいまー。ということで、そこ。よいしょ。うん、ちょっと一瞬邪魔だったよ。んで、これで作れるんかな。こっちじゃない、こっちか。メルキ、あ、作れる、作れる。へい、これで。どうよ。メルキドシールドを1個作った。1個で足りるんかな。まあ、一応、依頼的にはこれで。依頼というか、クエスト的にはこれでね。よいしょ。はい、できたよ。ぬおー、あゆな。ついにメルキドシールドを完成させたのだな。完成した、完成した、やっとだよ。てか、あの時さ、最初に、ロロンドから聞いたとき全然思いつかんかったのに、ピリンの一言で思いつくっていうのは何なんやろ。これで、これで、これで、もう魔物たちの衝撃、衝撃、襲撃を恐れずに済む。あとはこの地の魔物のお枝玉を倒せば、城塞都市メルキドを完全に復活できるのだ。素晴らしい。素晴らしすぎるぞ。ぶわははは、ぬわははは。いつもすごい楽しそうだよね。ん？こんなものを作ってゴーレムが攻めてこないか心配だ、だと？ね、逆に作ったことによって来るかもしれないよね。お主はまだロッシの言うざれ事を気にしておるのか。あゆなよ、我が輩から一つ大切な話がある。この町をさらに発展させるためには、町に住む人間はしっかりと選ばねばならん。町の発展の邪魔をする者、皆の気持ちを削ぐ者、町には不要な人間だ。それは、意味することはわかるな。あゆなよ、よくよく考えておいてくれ。ロッシーを追い出せということか。クエストコンプリート、鉄のインゴットゲット。ちょっとピリピリしてきたよ。おー、なに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 、びっくりした。え？めっちゃ、コントローラーもめっちゃ振動したんだけど。ビビるわ。うごー、なんだこの地響きは。一体、我が輩の町に何が起きようというのだ。我が輩の町って、なんかお前が作ったみたいな感じやな。え、ゴーレム、あ、ロッシ、戦いのマークになっとる。ということは、次あたりゴーレムかな。まあ、とりあえず、ちょっと被らないでくれるかな。よし。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォロー、よろしくお願いします。ツイッターの方は、動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また
た次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さっきの地響きって絶対ゴーレムよね。めっちゃドキドキしてきたんやけど。